アーサー・ウィンはイギリス出身の新聞記者である。1913年にクロスワードパズルを考案した。ニューヨークワールド誌に掲載された最初のクロスワードパズルのレプリカリバプールでリバプール・マーキュリー神の記者の家庭に生まれ言葉遊びやバイオリンをたしなむ少年時代を過ごす。新聞記者志望であったが父から同じ職業に就くことは反対されていたため、 19歳の時に単身で、米国に渡りピッツバーグプレスの記者になる。また、ピッツバーグ公共楽団にも所属し、バイオリンを担当する。ニュージャージー州、シダーグローブに移り、ニューヨークワールドの記者となる。1913年12月21日、ニューヨークワールド日曜版に、子供時代に遊んだ。 魔法人型の単語パズル、セテルアレポテネットオーペラロタスにヒントを得て作成したダイヤ型の英単語パズルを掲載する。当初のパズル名はワードクロスパズルであったが、後にクロスワードに改名された。ちなみに、ハイフンがないのは語植によるものである。さらに、初期のダイヤ型を改良し、正方形の黒いマス目方式も開発した。 同志のクロスワードパズル作成は1921年まで担当した。上司にクロスワードパズルの著作権や商標の提案をしたが却下されている。常連だったニューヨークのパームレストランには似顔絵が残されている。1930年代はハーストコーポレーションに勤務した。62歳の時に娘が誕生している。1941年。 健康上の理由からクリアウォーターに移り、1945年1月に死亡した。去年73。遺体は仮装され、メキシコ湾に散骨された。娘によると、クロスワードパズルによる収入はなかったという。ありがとうございます。